ニーケイニュースです JR 西日本は11日ローカル線に関する課題認識と情報開示についてと題して長野県の南小谷駅から新潟県糸魚川市の糸魚川駅までなどを含む利用者が少ないローカル線の収支を初めて公表しましたこれを受け大糸線の地元自治体である糸魚川市の米田徹市長は11日糸魚川市役所にてコメントを発表しました JR 西日本の発表によると大糸線の一日当たりの平均通過人員は2019年に102人だったのが2020年は50人に減少しましたまた大糸線の2018年から2020年の収支は6億1000万円の営業損失となっています米田市長はこの大糸線に対し次のようにコメントしました JR 西日本により、えー、おかれましては。 コロナ禍で路線経営については大変厳しいという私は認識をいたしておりましたが改めて発表を見させていただいて路線経営の厳しさを再認識いたしたわけでありますしかしながら大糸線につきましては通学通勤の生活だけではなくて観光や産業 防災など当地域において欠えすことのでできなない大切なあのインフラでございます続けて、北陸新幹線が福井県やその先、関西方面への延伸が予定されている中で、糸魚川から白馬エリア、さらには関東、中京圏日本海側と太平洋側を結ぶ重要なネットワークを形成していると、その必要性を強調していました。さらに 現在も大町以北の皆様と沿線地域の活性化に向けた活動を行っているところだが今後は JR 西日本をはじめ新潟長野両県沿線地域の関係者とともに議論を深め持続可能な路線となるよう一層の取り組みを進めていきたいと考えていると話していました。2ニューュスでした。